イディッシュ語は、東欧のユダヤ人の間で話されていたドイツ語に近い言葉である。ユダヤ語とも称される。インドヨーロッパ語族ゲルマン語派のうちにシュゲルマン語群に属する高チドイツ語の一つで、世界中で400万人のアシュケナージ系、ユダヤ人によって使用されている。イディッシュ語と表記されることもある。イディッシュ語はドイツ語の一方こととされ、崩れた高チドイツ語に、 ヘブライ語やスラブ語の単語を交えた言語である。高知ドイツ語は標準ドイツ語の母体であるため、イディッシュの単語も8割以上が標準ドイツ語と共通しており、残りはヘブライ語やアラム語、ロマンス諸語、そしてスラブ諸語からの借用語である。初期にはヘブライ文字を伝統的に使用していたが、現在では標準ドイツ語に準じたラテン文字表記も存在している。 イディッシュのとは、ユダヤ人の意であり、それに、という語尾がついているため、イディッシュとは、ユダヤ語の意味である。従ってイディッシュ語、という表現は重複表現と言える。9世紀から12世紀の間に、ラインラント地方などで、中高ドイツ語を基礎に起こり、11世紀以降の大規模なアシュケナージ人口のポーランドリトアニア地区への移動によりこの地域が、文化の中心地となった。 ドイツでも引き続きイディッシュは使用されたが、一般のゲルマン系ドイツ人たちからは、乱れたドイツ語として詐欺済まれた。しかし、後には、数多くの文学作品がイディッシュで書かれるようになった。主に、ドイツや東欧諸国に住んでいたユダヤ系の人々が使用し、中東欧社会におけるイディッシュ文化を築き上げたが、第二次世界大戦中、その文化は、 ナチスドイツのホロコーストによって激減し、イスラエルへの移住や中東大社会そのものの共産化、アシュケナージ自体の言語変革、言語同化により基盤を失い崩壊したとされる。しかし、アメリカ合衆国において、アシュケナージ系のドイツ系アメリカ人が300万人以上も使用している。イスラエルにおいてもアシュケナジームの高齢者の中には、 イディッシュ語の会話を行うことができる者も,もいる。標準ドイツ語に近いため、移住するときにドイツ語を話せると主張したユダヤ人たちにドイツ語を話させてみると、ことごとく標準ドイツ語のつもりでイディッシュ語を話したというほどである。また、イディッシュ語の新聞には、ロシア連邦、ユダヤ自治州ビロビジャンで発行されているビロビジャンの星がある。この新聞はすべてイディッシュ語ではなく、イディッシュ語と、 ロシア語が半々で構成されている。ポーランドの最大領域、東方ユダヤ人と東方イディッシュ語の拡大。ありがとうございます。